おはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさいという声だった。はい、それではこちらの方は動画は現代文をやっていきたいと思います。で、現代文ね、何しようかなと思って、ね、こう教材を考えたんですけど、よく考えたらね、やっぱね、こう動画でね、何をやるにしろ、こう著作権っていうのは絡んでくるんですよ、現代文って。まあ、なんなら古典もね、ちょっと怪しかったりするんですけど、まあ、古典はね、とりあえず古典常識を中心にやれば、まあそんなには問題ないかなと思ったんですけど、現代文はさすがにね、何を取ってきても、本当はね、いや、いろんなサイトで使ってたりするから、まあいいだろうって話でもあるんですけど、本当はね、あんまり良くない。特に、精密にね、ちゃんと読んでいくってなると、原文が必要なので、その原文を詳細に取り上げすぎるのも、ちょっとこう、YouTube っていう媒体だとあまり良くないと思ったんですよね。どうしようかなと思った時に、気づいちゃった。あ、僕作家じゃん、みたいな。そう、自分のね、作品があるじゃんと。だからそれをそのまんま、解説の教材にしてしまおうと思いました。これだったら著作権フリーと思っております。今幸いね、出版社が、著作権を持ってるような媒体はまだ残念ながらないですので、まあね、自由に使えるわけですね。で、恐れ入りますが、まあ、何もなくてもね、わかるっちゃわかるんですけど、一応原文あった方がいいと思うので、こちらをすいませんが、参照ください。吉村ジョナさんという名前で、本を出したり執筆をやっております。で、こちらのノートってわかりますかね。ノートってプラットフォームがありまして、そのノートの中にこの吉村ジョナさんという人のページがあります。で、その中に、まあ、使い慣れてる人だったらいいんだけど、ちょっとね、使い慣れてない人はわかりにくいと思うんですけれども、その中にマガジンっていうのがあるんですね。で、そのマガジンっていう、まあ、一つのフォルダみたいのがあるので、そちらの中から教材っていうフォルダ、マガジンを見てください。で、そのね、中に祝福っていうのがあるので、その祝福という、とりあえず最初は詩の方で勉強してみたいと思います。その祝福っていうね、作品をちょっと検索いただければと思います。まあ、アプリもね、あります。 iOS でも Android でもあるので、アプリで見ていただくても、いただいても非常に見やすいかと思いますし、あとは例えば iPad とかタブレットとかで見ていただく場合でも、まあ、もちろんアプリで見ていただいてもいいし、あとパソコンでご覧になるときはパソコンで見ることもできますので、そちらでもどっちにしろ吉村ジョナさん多分出てくると思います。 Google 検索で普通に吉村ジョナさんで出てくると思いますので、そちらでノートのページに飛んでいただきまして、そこのマガジンの中から教材を見つけていただければと思います。ね、こんな感じ。あと、いくつかは結構無料じゃなくて、有料のページもあったりするんですけれどね。まあ、ちょっとこっちもね、少しでも稼がないと生きていけないので、有料のページもあるんですが、こちらのページに関しましては、無料公開になっておりますので、万が一無料になってないよっていうのがあったら、コメント欄にいただけると、慌てて直しますので、よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。吉村ジョナさんというね、ちょっと私事で恐縮なんですけれどもね、手前味噌で大変恐縮なんですけれども、ね、著作権の関係もあるのでね、まあ、無理やり自分の作品でちょっとこう、教材にできそうなやつを選んでやってみたいと思います。まあね、気楽に見ていただければと思います。でね、作者がね、この自分の作品についてね、こう話すっていう、まあ、授業で使うっていうパターンはあんまないと思うんですけど、でもあくまで、こう教材として扱うのと、作者自身がこう作者自身の込めた思いでを解説するのって、また違うんですよね。あくまで教材として扱っていけたらなと思います。まあ、ちょっとどんな風になるのか、あんま未だかつてね、そういう風な、なんて言うんだろう、試みをするってあんまないと思うんですよ。なんか要するに教材としてね、自分の作品を使うっていうのは、あんまりたまにね、高校の先生とかでね、自分の作品とか書いたものをね、授業に扱うなんて人もいるかもしれないけど、あんまりいないんでね。ということで、そんな感じのものをぜひ。やっぱね、このね、これだとすごくね、めんどくさいんですよ。これ大丈夫かな？これかな？これ間違って鼻を噛んだやつでね、ちょっと吹くとまずいんでね。
いや、この場所もね、実はコワーキングスペース借りてましてね。ご存知ですか、コワーキングスペースっていうね。今、フリーランスとか、あとは会社員になってても自由に働く場所を選べるっていうことがあって、いろんな場所をね、こう開放してるんですけれども、その、大体その一つの場所を契約して、そこの場所を使うと、ここはね、まあ、基本的にいろんな人で利用するんですが、この部屋自体が、1時間単位で借りられるんですよ。別に無料でね、借りられて、そこで今、録画してるんですけどね。高円寺のね、小杉湯隣っていうところでして、小杉湯さんっていう銭湯があって、その隣にあるから、小杉湯隣っていうんですけど、非常に面白くてですね、会員になると、小杉湯さんの銭湯のチケットなんかもね、もらえたりするっていう特典付きのところなんですね。いや、面白いところなんですけど、まあ、そのうちね、この場所の話なんかもしたいと思いますけどね、まあ、そちらで録画しております。さあ、祝福という作品、ご覧いただけますでしょうか。まあね、手元にもしなければね、一応今から読み上げたいと思います。ちょっと長いんですけどね。はい、では読んでいきたいと思います。祝福。わからなくなる隣に老いた芸術家が座っている。暖かな日差しの中でも眼差しは厳しい。表現者は孤独だ。理解者を求めようにも自分からすり寄ることはできない。加工しあぐねている素材を自在活達にもてあそびながらも、その哲学は曲がらない。孤独な魂はぬくもりに溺れる。大衆に迎合することの誘惑に駆られ、自らを他者で塗り固め、全く違う色になったことも、全く違う素材でコーティングされたことも、すべてを正当化して固め続ける。もはや中に何が入っているかもわからない。しかしその魂は内側から成長して、ある時一気に食い破る。耐え難い岩と痛みの中で、深い闇の声を聞く。声は何度も警告する。そうではない。五感を他者に委ねてはならない。思想を他者に委ねてはならない。幸福を他者に委ねてはならない。快感を他者に委ねてはならない。危機を他者に委ねてはならない。機会を他者に委ねてはならない。価値を他者に委ねてはならない。時間を他者に委ねてはならない。安息を他者に委ねてはならない。孤独な表現者は突然に目覚め、手を動かし、足を動かす。老人は青年となり、再び時が動き出す。世界が祝福し、来賛の歌が満ちる。それはすべての皇帝である。それはすべての祝福である。という詩ですね。少し前に作った詩なんですけれどもね、あんまりね、作者の側話をしないと言いつつもね、作者的に思うんですけどね、結構忘れてるんですよ。忘れてる。あ、こんなん書いたんだっけみたいな。全然ね、あんまり僕練らないんで、すごいこう、なんか複雑に考えた瞬間直感でポン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 って書いちゃう感じで、いつもやってくんでね、結構電車の中とかでね、パパって作って、それをそのままポンってね、上げちゃったりするタイプなんですけれども、あんまりね、なんだろうな、あんまりこう、こねくり回しすぎちゃうのも良くないなっていう。あんまりいいものができないんです、僕の場合はね。なんか、すごい気を使えば使うほど不自然になっちゃってっていうのはあるので、割とね、直接に作ったりするんですけどね。で、まあ、あとね、この朗読、久々に朗読とかね、声出すの、毎日2日ぶりでね、2日間結構ずっと寝てたからね、声も出ないんですけど、あとね、こう、親知らずが痛いんですよ。なんか前もそんなことをね、動画で話したりも実はしてるんですけど、親知らず定期的にね、痛くなる。2、3ヶ月に1回。本当だから抜いちゃった方がいいんだけれどもね、またコロナだしね、ちょっとそういう手術もなるべくしたくないんでね、してないんですけれども、まあとにかくね、言い訳であります。さて、まあ、最初からね、少し読んでいきましょう。わからなくなる隣に老いた芸術家が座っている。ね、この分からなくなる隣って何なんですかね。
なんかこう、わかなくなるっていうこと自体を人とか何かこう、物のように捉えてますよね。わからなくなるその隣に老いた芸術家が座っている。これが主人公的な役割ですね。なので、老いた芸術家がいて、その芸術家がなんか座っていると。なんかベンチにでも座ってるイメージですかね。なぜかっていうと、暖かな日差しの中でもってあるからね。屋外だってことですよ。暖かな日差しがあるってことは、室内でもまあ暖かな日差しはあるんだろうけれども、なんとなく屋外のベンチみたいなね、イメージが湧くんじゃないかなと思います。まあ僕は湧きます。で、眼差しは厳しいってあるから、普通暖かい日差しってあると、なんか穏やかな光景かな、しかも老いた芸術家ってあるから、なんかね、おじいさんかおばあさんかもしれないけれども、その人が座っているけれども、なんか眼差しは厳しい、眼差し、つまりそのどこかを見てるんだけれども、その視線が厳しいと。で、その厳しい背景には、表現者は孤独だ、表現者は孤独なんだと。理解者を求めようにも自分からすり寄ることはできないっていう、その多分孤独のゆえに眼差しが厳しくなっているんだということが分かりますね。自分からすり寄るっていう、まあ、本当はね、芸術っていうのはある意味では人に評価されることによって価値を見出されることってあるじゃないですか。でも大抵の芸術ってそうはうまくいかないんですよね。多くのアーティストがその存命中に必ずしも評価を受けなかったっていうことはあるわけでね。それはゴッホにしてもしかりだし、あとは誰だろうな、ちょっとパッと出てこないですけど、いろんな芸術家って、そう、音楽家もそうですよね。音楽家とかも当初は全然こう評価されなかったものとか、ストラヴィンスキーのバレエ音楽とかもそうだしね。いろんな音楽もやっぱり存命中には全然理解されないことっていっぱいあったわけです。そういう芸術家っていうのは理解されない、ただ自分で理解してもらおうと思ってすり寄るってこともできるわけですよ。もっとこういうことをやってください。現代のアーティストってそういうとこありますよね。まあ、僕なんかもそうですけど、SNS を使ってアピールしたりとか、人に知ってもらおうって視点もあるんです、確かに。ただ、それをやりすぎちゃうと犠牲にするものがいっぱいあるんじゃないかなってことなんですね。まあ、そのあたりはこの後も書かれていくところです。で、加工しあぐねている素材を自由闊達、これ闊達って見ますね。あ、自由じゃない、自在闊達に、もてあそびながらも。なんかその素材っていうのは芸術で、いろんな、どんな芸術にも素材って大抵あるんですね。例えば彫刻家であったら石を素材にする、その石もどんな種類か、花崗岩なのかとか大理石なのかとかでも違うじゃないですか。あとはたまた氷なのかもしれないし、粘土なのかもしれないし、あとは植物なのかもしれないしね。その素材っていうものをどのように自分なりに表現に変えていくかっていうのが面白いんだけれども、それを加工するってここでは表現してます。でも加工しあぐねている、しあぐねるっていうのはそういうことができないでいるっていうことですよね。で、できないで呆然としている様子をしあぐねているって言います。だから加工しあぐねているようなその素材があるんです。なんか素材をね、なんとか加工したいんだけれども、加工できないでいる。で、加工できないでいるその素材を自在闊達に、まあ本当は自由闊達って言い方ありますよね。自由で発達と、もう伸び伸びとしている要素を自由闊達っていうんだけどね。まあ、これは自在闊達、うん。なんかちょっと、どうなんですか。普通は自由って言うけど、まあ、自在にしたかったです、多分、この人はね。自在闊達にもてあそぶ。もてあそぶっていうのは、単なる遊ぶっていうと、それを自由に表現するって感じだけれども、もてあそぶっていうと、なんかそれをいじくり回すみたいなね、雑に扱うっていうニュアンスがありますよね。で、その、ある意味では、そういう芸術家っていうのはある素材をすごく自由に、いじくり回すんですよね。なんかある意味ではその尊厳を奪うような、例えば花をぐちゃぐちゃに踏みつけてみたりとか、石を粉々に砕いてみたりとかするわけです。だけれども、その哲学は曲がらない。なんかね、こう芸術っていうのはある意味ある種の哲学を持っている人が多いんですね。まあ、いろんな哲学っていうのもいろいろあるけれども、心情と言ってもいいかもしれない。心情ね、この心情ですよね。心情、心情と言ってもいいかもしれない。そういうある種の哲学って言ってるわけですね。で、そういう心情は曲がらないとってことを言っています。
だから多分ね、理解を求められない。心情を曲げてまで、その哲学を曲げてまで、自分のものを、自分のそういう心情は哲学を曲げてまで、理解者を求めようとはできないんだってことを言っているんですね。さあ、ここから少し話が変わるかな。でね、この作家さんのね、めんどくさいところはね、段落を分けないのね。段落のことを連って言いますね。詩の場合、連って言います。簡単な方の字だとね、連続の連で連ですね。難しい字の連を書くと思いますが、もういいですよ、これで。こっちの連でいいですよ、連ってね。まとひとまとまりのことを連って言いますけどね。で、ね、この作家さん、連分けないんだよね。いやな、これ、あえてなんです、でもね。理由としては。連に分けちゃうとね、なんかこう分かりやすくなりすぎちゃう。例えば物語とかもあえてパート分けせずにいた方がなんか全体の俯瞰したものとして統一したものとして受け取れるというか、例えば絵画とかでも連作っていうのがあるんですよ。連作ってね、連作って言ってその作品自体を何点か絵があって、それでその何点かの絵がセットになっている状態を連作って言ったりしますけど、まあ連作もね、の良さもあるんですけど、なんかいわゆるね、その連作っていうのを個々の絵になんか分けて見ちゃうと、やっぱり意味が全然変わってきちゃって、その全体の連作っていう文脈ですね。文脈っていうのはその一連の流れとか、その周りの環境のことを言ったりしますね。別名コンテクストと言ったりもします。コンテキストという時もありますね。コンテクストとかね、コンテキストって言ったりもします、ね、でまさにそういう文脈の中に置かれるからこそ言葉が生きてくるっていうのがあって、僕の場合そのなるべくコンテクストとか文脈を大事にしたいっていうのと、あとある種の分かりづらさも作りたくって、分かりやすすぎるって文学にとってあんまり良くないと思うんですよ。だからあえて少し分かりにくくしてるっていうところはありますね。あとはね、一番編集上の問題ですね。後で本にして出そうっていう思惑があるときに、ね、どっかで分けるとね、なんか編集上めんどくさいんですよ。だから、ひとまとまりが分かった方がいいっていうね。結局それが一番大きい気もするんですけど、まあこれは全然裏話っていうかね、作者の事情では全然どうでもいいんですけどね。さて、で、その、次が一応ちょっとまた展開変わるところですね。孤独な魂はぬくもりに溺れる。大衆に迎合することの誘惑に駆られ、自らを他者で塗り固め、全く違う色になったことも、全く違う素材でコーティングされたことも、すべてを正当化して固め続ける。もはや中に何が入っているかもわからないって言いますね。まあ、でもね、やっぱり、この売れなかったり、経済的にね、こう、お金にならなかったり、あとは、まあ、ある種の人から認められない。別にね、お金にならずとも、素敵ですねって言ってもらうだけでも全然違うじゃないですか。特にね、絵を描くのが好きな方とか、絵師さんを目指している方とかね、今いっぱいいらっしゃると思うんだけど、ある種の承認欲求さえ満たせれば、それだけで満足できることっていうのあると思うんですよ。まあ、歌とかもそうですね。歌とか聞いてもらえて、誰か聞いてくれてるだけで満たされるものってある。カラオケ、一人カラオケとか行ったことあります？で、一人カラオケが、全然平気な人もいると思うんですけど、なんか虚しくなっちゃう人もいると思う。僕はそっちのタイプで、誰かが聞いてくれてるから気持ちが良いとか、そういう側面がある人もいると思うんですね。でもそこを求めていくと、どうなっちゃうかっていうと、下手するとね、この、孤独な魂はぬくもに溺れる状態、まさにその孤独、表現者は孤独なんだけれども、その表現者の孤独な魂はぬくもりに溺れてしまう。そういう人のからのレスポンスとか、そういうもののぬくもりの一回誰かから聞いて、例えば歌を聞いてもらえたとか、自分の作品を評価してもらえたとか、見てもらえたかったとか、そういうもののぬくもりっていうものがの快感に溺れちゃうと、そういうものにどっぷりハマってしまう、抜け出せなくなってしまうと。で、そういった大衆に迎合するっていうのはね、大衆に対して、まあ、迎えて合わせるってことだから、まさに大衆に合わせるってことですよね。大衆の中に入り混じっていくと言ってもいいでしょう。大衆のために何かを提供すること、合わせるっていうこと、つまり自分の価値をそのままアピールするんじゃなくて、大衆に合わせて
変形させるとか変化させるってことですね。でそんな誘惑に駆られて、で結局どうするかっていうと、自分を他者で塗り固めてしまうと。なんか表現っていうものがあった時に、それをなんか自分の表現をしてたはずなのに、あの人の言っていたことに合わせよう、この人に言っていたことに合わせようっていうことをどんどん自分の上に重ねていくことによって、いつの間にか他者の塊になっちゃうんですね、自分っていうものが。だから自分が隠れちゃって、なんかその上にいろんな他者のもの、他者っていうものがこう塗り固められちゃうと。で結果的に全く違う色になっちゃう、元の自分の色とは全く違う色になっちゃったり、あとは元々の自分の素材とは全然違う素材でコーティングされちゃう、コートされる、つまりこう上をコーティングしてね、塗り固められちゃうと大体似たような意味ですね。コーティングされたことも、でもそうなっちゃってるんだけれども、全てを正当化してその固めることを続ける、ずっと塗り固め続ける、コーティングし続けちゃうっていうんです。でそうなるともう中に何が入ってるかもわからないと、もともとなんか中に入った自分って何なんだろうと、もうそれも外から見たらわかんなくなっちゃうっていうんですね。さあ次です。しかしその魂は内側から成長して、ある時一気に食い破る。そうでもね、とあのね、このしかしとかが来るとなんか話が変わるとか、話が展開するっていうのよく言うじゃないですか。まあ、あんまり作家側からするとあんまそのね、短絡的な感じはあんま好きじゃないんですよね。いや、そのしかしとかでもとか、そういうもので切り替えるって手法あるんです。特に論文とかだったらね、そういうふうに分かりやすく切り替えるといいんだけど、けども文学的な文章とか随筆とか随想とか、特にこの詩とかだと、あんまりそこでブタってこうね、ブタってなんだろう、このまず切っちゃうっていう感覚じゃなくって、なんか緩やかにつながってる時もあるんですよ。また切っちゃう時もある、その前後を切り分ける感覚もあるんだけど、緩やかにつながる時もあるから、そのニュアンスの違いをね、本当は感じ取れるようになっていてほしいなと作家的には思いますよね。ただまあ この詩の場合は割とここでガラッと変えたかったから、割と変えてるっていうところありますよ。しかしその魂、そのね、自分らしい、なんか自分本当の魂っていうのは内側から成長していくと。そう、人間生きてるとね、どんなに表面的なことをしていたりとか、なんか無駄なことをしていそうでも、やっぱ成長ってするんですよ。心ってね、魂って成長し続けるんだと思うんですね。で、それが内側でどんどん膨らんでいって、ある時にその塗り固めた外側を一気に食い破ると、そっか、わーって出てくるっていうんですね。まあ、なんかエヴァンゲリオンみたいな、エヴァンゲリオンであれですか、なんだもん、なんかエヴァンゲリオンみたいな感じでね、こう初号機みたいな感じで食い破るわけですよ。で、耐え難い岩と痛みの中で深い闇の声を聞くって言うんです。耐え難い岩って、まあ違和感の岩ですね。なんかこう変な感じをと痛み、やっぱそこに痛みって生じるんですよ。要するにね、なんか自分自身を塗り固め続けた先にあるのはなんかおかしいっていう違和感で、そこに痛みが生じる。これ生き方もそうで、なんか生きていて、なんか自分の中違和感が合うなってずっと持ち続けてると、どっかで痛みを感じちゃう時があると思うんですね。それは別に表現者だけじゃなくて、全ての生きる人が、まあどんな人だってね、多かれ少なかれ他者によって塗り固める側面っていうのはあって、それをどこかでね、こう食い破りたいとかね、特に内側の何かが膨らんできた時に痛みを感じちゃう時があるんですね。で、深い闇の声を聞く。声は何度も警告するとあります。で、闇っていうとなんかネガティブなイメージで取られがちなんですけど、その、まあ、個人的にはやっぱこれはちょっと本当もうなんか、まあ、どうしてもやっぱね、作者の意見入っちゃうんですけど、作者としてはやっぱこう闇っていうのはあんまりネガティブに捉えたくないんですよ。闇ってね、悪いことじゃないんです、決して。闇っていうのは深さであるし、そこに何か神秘的なものもあるしね、ある意味それがなんて神々しさもあったり、神々しいってやっぱ輝く感じもあるけど、もっとね、深い神々しさっていうのかな。神様って、特に日本の神様、古事記で語られるような神様って、なんか神々しさだけじゃなくって、なんかドロドロしていたり、あとはその根の国ってところが舞台になったりするんですけど、やっぱりもっと深い 闇の中とか地中とか、そういうところの世界観っていうのも結構丁寧に描かれるんですね。
だからなんかその闇の中に実は本当の良さとか自分を促してくれる存在があるような気もしていて、その声が何度も警告するんだと。そうではないよと。じゃあそうではない、なんて警告してるのかっていうと、その次に出てくるこの連投してるところですね。ちょっとしつこいねこれね、しつこすぎる気もするんですけどね。五感を他者に委ねてはならない、思想を他者に委ねてはならない、幸福を他者に委ねてはならないって続きますが、まあ、五感とか思想、幸福、快感、危機、機会、価値、時間、安息、孤独、安息ですまですね。で、そこまでこういうものっていうのは、ある意味ではこういうものが五感の感じ方だよとか、こういう思想が良いよとか、幸福ってこういう形だよとか、快感とはこういう状態だよとか、危機ってこういうものだよとか、チャンス、機会ってこういうものだよ、価値というものはこうあるべきだよとか、時間っていうのはこういうふうにもたらされるものだよとか、安息ってこういう状態だよとか、どれもね、外側からもたらされる価値観で、結構がんじがらめになりがちなものだと思うんですね。で、そういうものはね、他者に委ねてはならないと。まさにそういう社会とか教育とか環境とか、そういうものからなんか そういうものだと、そうあるべきだとか、そういうふうに思われがちなものたちなんですよ。で、それを他者に委ねちゃダメだよと、自分自身の五感を大事にしましょうと、自分自身の思想を大事にして、幸福っていうのも自分の幸福、自分らしい幸福を目指していきましょう。快感っていうのも何か快感かなんて、例えばすごい穏やかな音楽を快感を感じる人もいれば、ものすごいもう騒音に快感を覚える人もいるわけだしね。その快感っていうのは人に合わせる必要ないよと。で、危機っていう何を危機に危機感を持つかっていうのは、まあ、人によっては例えばお金がないことに危機感を持つかもしれないし、時間がないことに危機感を持つかもしれないし、まあ、その危機感の持ち方もなんか人それぞれなんだから、あなたが危機をどういうものと捉えているかと。あと機会とかね、チャンスもそうだし、価値、特に価値なんてね、何に価値を置くかって人によって違っていいはずなのに、ついついその社会とか環境によって価値を決められてしまったりね。あと自分の時間を何に使うかってことも他者に委ねてしまいがちだということもあります。安息とね、何に安らぎを感じるかっていうのも、まあ、人に委ねてしまいがちですよ。なので例えばね、あの家っていうのが安らげる人もいれば、学校が安らげる人もいるし、なんかトイレの個室が安らげる人もいれば、食堂が安らげる人もいるし、布団の中が安らげる人もいれば、自然の中が安らげる人もいるし、都会のど真ん中が安らげる人もいるし、いろんな安らぎがあるわけだから、あんまりそこにね、気を取られない方がいいんじゃないと。で、そういう闇の中の声によってどうなるか、まあ、次の連っていうかね、次の場面に行きますけれども、孤独な表現者を突然に目覚め、手を動かし、足を動かすと。その表現者、孤独だった表現者はその声によって目覚めると。で、そうして何を始めるかっていうと、手足を動かし始めるんですよ。そう、動かしてなかったわけ。で、それを動かし始める。で、そうしたら老人は青年となりってあります。そう。なんかね、老人っていう存在はまさにそういう、他者にいろんなものを委ねてしまっている状態が表現したものなんですよ。で、それが青年になるっていうんですね。まあ、他の詩でも、ね、似たようなテーマを扱ったりもするんですけど、何が老人にするかっていうのは年齢じゃないんですよ。やっぱり気持ちとか、その人のスタンスとか、気の持ち方とか、あと立場とか、いろんなものがその人を老人にしていくわけ。で、逆に言うと、いくら若い人であっても、自分自身が老人のような状態であることもね、あったりするんですよ。で、そうした時にこの老人は青年となりっていうのは、その闇川の声によって、再び動き始めた時、活動的になった時、動けるようになった時、そのいろんな塗り固められたものから解放される時に、初めて時が動き出す。止まっていた時が動き出すんですと。まあ、この辺ちょっと中二っぽいですよね。なんか若干ね、アニメっぽいですよね。ちょっと中二っぽいところなんですけど、まあね。で、世界が祝福し、第三の声が満ちると。ね。なんかもうみんなが祝福して、第三の歌が満ちると。もうなんかもう完全に中二ですよね。なんかもう、ちゃんちゃんちゃん、ちゃんちゃんちゃんみたいな。普段出すのはちょっと第三とは違うんだけど、なんかこうね、すごい音楽が聞こえてくるイメージですよね。で、それはすべての皇帝であり、それはすべての祝福であると。
ね、丸く収まりました、祝福っていうことでね。まあ、だから自分らしくあることとか、いろんなものに対して、この塗り固められたものから解放されることによって、その孤独からの解放されるというような、そんな、詩になってますね。結構ね、強烈な詩っていうか、割とね、前向きなんですけど、ただね、なんかこう、これ書いた時は割と、まあ、なんか今日病んでる、病み気っていうか、この表現者の病み気ってよく、まあ、割とね、こう、病んで、たまに活動的、病んで、たまに活動的みたいなのがね、多いんですけど、ただね、この、割と病んでる時に、でも、いや、自分を鼓舞しようって思って作ったんじゃなかったかな、よく覚えてないんですけどね。これも、と言ってもね、そんな思いがこもってるかっていうと、そんな思いもこもってなくて、最初のね、まあ、正直に言うと最初の、わからなくなる隣にってあるじゃないですか。これ思いすぎだからね。特に深い意味ない。これほんと深い意味ないんです、大体。詩人がね、深い意味を持つ詩人もいますよ。でも割とね、ダダダって、なんとなく勢いで書いちゃうことも、でも勢いで書いたものが、価値がないかってそうでもないですよ。勢いで書いたものだからこそ、価値を帯びることっていくらでもあるからね。もう価値付けしてお金を払ってほしい、どんどんね。まあ、それはいいんですけど、でもこの分からなくなる隣には結構ね、適当にふって思いついたの。思いついたかパッて投げかけて、そこからなんか、先は割とストーリー的にね、ちょっと頭を使ってというか、割と構成をね、練ったわけじゃないんだけど、なんとなくこう、ストーリー立てたものになったって感じですかね。まあ、普通にね、なんかいろいろ長年いろんなものに接してると、まあ、大抵のベタなストーリー展開とか、詩の展開とかはね、まあ、さらっとできるので、まあ、それにのっとって、さらっとやってるよってだけなので、あんまり深みはないですね。うん。というような詩でありました。ね、こんな感じでちょっと、まあ、詩だとこんな感じですけどね、文章とかもこれから取り上げたいと思いますので、お付き合いいただければと思いますね。なんかね、いくつか11点くらい選んだんですけど、ちょっと微妙だね。この、今この、本当はね、これね、もうちょっと短くしようと思ったんだけど、まあ、バッチリ30分超えてますから。いやね、スースー思ったんですよ。ちょっと長めの詩だしね、時間長くなるかなと思ったんですけどね。まあ、こんな感じでもお付き合いいただければね、まあ、よく考えてみたらね、この、まあ、でも作者のね、バイアスかかってるんですけれど、まあ、なるべくね、少し、なんていうかね、客観的な評価も心がけたいなとは思ってますのでね。まあ、暇つぶしにでもぜひお付き合いいただければと思います。ということで今日は吉村ジョナさんの祝福という詩について扱ってみました。またご覧いただければと思います。ではまた。